モーリス・デュリュフレのレクイエム作品9は、楽譜出版社デュランの移植により1947年に作曲された宗教曲。混声合唱及びメゾソプラノ独唱とバリトン独唱のために作曲されており、伴奏はフルオーケストラ版、オルガン版、室内オーケストラ版の3種が存在する。初演に参加したエレーヌ・ブビエ依頼が舞い込んできたとき、デュリュフレはグレゴリオ聖歌を主題とするオルガン組曲の作曲に取り組んでいた。それでデュリュフレは組曲のためのスケッチをレクイエムの作曲に転用しており、グレゴリオ聖歌の使者のためにミサ曲からも多くの主題を用いている。主題の素材のほとんどがグレゴリオ聖歌に由来すると言っても過言でない。楽譜の冒頭には父の霊に献じられたことが明記されている。初演は1947年11月2日に、エレーヌ・ブビエとカミーユ・モラーヌの独唱で、パリのサルガボーにて、ロジェ・デゾルミエールの指揮のもと、フランス国立管弦楽団によって行われた。本作の大きな特徴の一つは、フォーレのレクイエムと多くの類似点が見られ、曲の構成については、フォーレの構成をほとんど踏襲している。すなわち、デュリュフレは、フォーレと同様に、死者のためのミサで最も名高い経文、怒りの日には曲付けしておらず、フォーレと同様により穏やかでより瞑想的な経文、我を解き放ちたまえと天国へを付け加えている。ただし、曲数はフォーレが7曲で、デュリュフレが9曲となっているが、フォーレが入祭章とキリエとアニュスデーと生体配慮章を能の一つにまとめているのに、対してデュリュフレは、独立させているからである。また、編成面でもデュリュフレはフォーレもしたと考えられる。メゾソプラノとバリトンと混声合唱と管弦楽及びオルガンという基本的な構成はフォーレと同一である。一方、デュリュフレのレクイエムの最も顕著な特徴はグレゴリオ聖歌やルネサンス音楽の影響である。全曲の導入部分を含む多くの楽章でグレゴリオ聖歌のレクイエムからのメロディの引用が見られ、それらの引用がデュリュフレ流のコードに洗練されたフランス歌声や大砲により彩られている。また、フォーレはフォルティッシモの使用を意識的に避けていたが、デュリュフレはピアニッシモからフォルティッシモの音量の幅を使いドラマティックな効果を作り出している。ラルース世界音楽辞典によれば、本作はフォーレ、そしておそらくはブラームスの慰めの美学を持ち、激声を排したレクイエムを巧みに踏襲しているということである。なお、メゾソプラノ独唱は、第5楽章の慈しみ深きイエスよパイエズにおいて、バリトン独唱は、第3楽章、主なる、救世主イエスドミネイエズクリースタと、第8楽章、我を解き放ちた、前、リベラミーにおいて歌唱する。第5楽章、パイエーズからの一部抜粋は、1995年にマイケル・ジャクソンが発表したアルバム、ヒストリー・パスト、プレゼント&フューチャーブック1ディスク2の第14曲、リトル・スージーに使用されたことがある。ドリア戦法で書かれている。男性のユニゾンで歌われるグレゴリオ聖歌に、女性のユニゾンが母音唱法で答える形で始まる。グレゴリオ聖歌の旋律で始まり、それの対応的処理に終始する。不協和音を伴う前奏で始まる。その後、低音でこの部分のグレゴリオ聖歌の同期が、予示するように現れる。四部合唱に移り、願わくば救いたまえの訴えが力を込めて反復され、フォルティッシモのクライマックスとなる。その後、音楽は、モデラートの落ち着きを取り戻し、冒頭と同じ同期による間奏に続いて、後半が始まる。後半部は力強く峻烈なドラマとは、打って変わり、清らかな祈りが、ソプラノ合唱、ソプラノとアルトの合唱、バリトンの独唱によって続けられ、最後は消えるように終わる。この楽章には、デュリュフレの戦争体験が反映していると見られる。全曲中最も清純な、美しさを持った部分で、二つのパートに分かれたソプラノとアルトの合唱が、アルペッチオの伴奏音形の上で歌い始める。合唱は、意図、高き天にホザンナの叫びで頂点を迎えた後、冒頭と同一の楽章によるベネディクトゥスに移行する。メゾソプラノ独唱に任意でオブリガート奏法によるチェロ独奏が加わる。簡素な書法によるつつましやかな旋律により死者の安息を願う。穏やかな祈りが続けられる。アルトの合唱が極めて音域の狭い旋律を歌い、次第に四部合唱へと進む。最後はピアニッシモで永遠に安息を与えたまえと余韻を残すように終わる。短い前奏の後、ソプラノ合唱が他のパートによるハミングに支えられて歌い始める。これに旋律的要素がなく、朗唱的な部分が交代するように現れる。管楽器の競争に始まり、バスの合唱は順次四部合唱に拡大され、力強い叫びに近い祈りとなる。私は恐れおののきからは、バリトン独唱が登場する。後半は、バスの合唱により、怒りの日が歌われるが、すぐに四部合唱が同じテキストを劇的に歌う。この部分は本来は、ミサ曲の一部ではなく、死者の棺を埋葬する時に用いられる、シャトーブンに作曲したものであったが、フォーレ同様、レクイエムの最後に置かれている。心を休まる透明感に満ちた楽章で浮き上がるような美しいハーモニーに乗ってソプラノがグレゴリオ聖歌の美しい旋律を歌い、やがて合唱の他のパートが加わり、7声部となって死者の永遠の安息を願うテキストを静かに響かせながら全曲が閉じられる。約40分。ありがとうございます。